どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、KC カップも終わりまして、皆さんは KC カップ走られた皆さん、お疲れ様でございました。ということで、恒例のスキル変更タイムが来ましたね。本日の、今25日、スキル変更予定日27日ということで、早速ね、この一部スキルの変更、常にケーシーカップが終わると大体スキルの変更とか、まあリミットレギュレーションとかが発表されるんですけど、スキル変更ですね。スキル変更、内容を、見ていきたいなと、思います。デュエルスタンバイ、行きましただから、言うたやんけ。俺ツイッターでもね、まさき禁止になるんじゃないみたいな、ことをね、ネタで言ってたんですけど、まずデュエルスタンバイに関して、ちょっとセレブフィクションもやりますけど、デュエルスタンバイはモンスターの効果を発動できない制約を逆手に取った戦術を抑制する調整を加えますと、主に天の岩戸スタンバイのことを言っています。なので、デュエルスタンバイ、お互いに食器手札が1枚増えるよ。最初の自分のターン、自分はモンスターを召喚できないと。魔法トラップモンスターの効果発動できないと、召喚できないだから一応セットはできるんかな。セットはできるんで、一応まあ、めぐるがあれば、岩とセットして、なんか、めぐるすると確かなんかいけんじゃなかったっけ？あれ？いけるんだっけ？ちょっと裏、覚えすぎてわかんないけど。なんか、あれですね。天の岩とを召喚してブイブイ言わせる、クソスタン、クソ神社スタンはいなくなるかなと、言ったところですね。これは、予想通り。予想通りすぎ。当たり前すぎ。で、セレブ副社長、今後も実用性が高くなりすぎる懸念があるため、ドロースキルとしては弱体化をしますと。代わりに新たな方向性の強化を加えますと。これでどういう風になるかっていうと、デュエルの強化の加工カードプレイングの評価点が 1.5 倍になるよと。だから、プレミアム加工、デッキでデュエルを、すればものすげー、評価点になるとこれ意外とさ、これからその周回デッキとかにこのプレミアム加工だけのデッキとか使えるんじゃない？ 1.5 倍になるんだったら。ものすごい量の、加工点が入るから、1.5 倍ってことは。もともと今で、だってプレミアム加工が200点だっけ？なんで、1.5 倍になるとすると、200×1.5 やから、300になると。1枚加工カードをプレイするだけで300点になるってことですよね、多分ね。だから、まあ、5枚使えば、それだけで1500ポイントと。いうことで、プレミアム加工だけの、デッキで、なんかその周回するとすげえ、なんか、評価点が高くなるっていう可能性はありますよね。まあこれできる人はあんま限られてると思いますけども、まあ俺得。これに関しては俺得。という感じになるのかな。で、デッキからまあ、これセレブ打天使とかがね、流行ってるんで、まあ、それの抑制っていう感じになるのかな。で、ワンハンドスターター。外役を殺していきました。運営さん、外役を殺していきました。ワンハンドスターターっていうね、ワンハンドスターター外役っていう、ノーハンドレスコンボクソ外役っていうデッキがあったんですよ。まぁ、ちょっとこれ動画にしようかなと思ってたんですけども、タイミングを逃しました、これ完全に。タイミングを逃す時できるパターン。ダークシグナー、キリュウ、キョウスケのハンドレスコンボを後押しするためのスキルでしたが、主に他の戦術に使用されているため。確かし。調整を加えますと。まあ主にその、スタンバイ外役です。じゃなくて、ワンハンド外役ですね。初期手札が1枚になると。で、デュエル中、自分ドローフェイズの通常ドローが2枚になる。っていうのは変わんないが、このスキルは闇属性以外のモンスターが、メインデッキに存在するデッキを設定して、デュエルをした場合には、適用されないってことで、まあ、カイトロイドとかね、ラバゴとかが入ってる、外役デッキには、ワンハンドスターターは使えないと。残念。まあ、これは当然ですけどね。当然。で、戦力補充がより使いやすくなると。戦力補充どうなんだ？自分のライフペイドが1500減るごとに、自分の程度を1枚できます。これ今、1800だっけな？に、が1500に一応、あれなのかな？緩和されるみたいな感じですかね。まあ、これ1000にしてくれると、一番ありがてえってのがあるんですけど、まあ、1000だってやりすぎか、なんかブルーD確定とかあるしね。で、ランダムで戦士族モンスターでから出てくるっていうのは、まあ、これはまあ、今まで通りっていう感じですね。1800が1500になったよと。で、沈黙の決闘者、は、サイレントソードマンレベル3が、スキルで加えられるようになりますよ、みたいな感じですかね。サイレントマジシャンレベル4か、サイレントソードマンレベル3、どっちかを、デッキからフィールドを出すよというスキルになると。これ選びますね、どっちかね。どっちか選べると。はいはい。これまあ、嬉しい
で、奇跡の融合はエレメンタルヒーローデッキの可能性をさらに広げる強化を加えます。いいじゃないですか。奇跡の融合、どういうスキルになるかっていうと、自分のライフポイントが1000減った後に、通常ドローンの代わりにデッキ外からミラクルフュージョンを手札に加えると、これは強いですね。これはシンプルに強いです。ことさえ打って、次のデッキトップが、まあ、ミラクルフュージョンになるみたいなもんなんで、やっぱミラクルフュージョンは結局、その、ネオスフュージョンとか普通の融合とかの後に、追撃で出せるモンスターが増えるわけですから、これ例えば、グレートトルネード出して、で、また、グレートトルネード出して、みたいな。一旦、グレートトルネード2体、みたいな。ことも、まあ、夢じゃないのかな、と思いますね。普通に、だから、ネオスフュージョン最初に打っといて、で、相手のエンドを小遣いして、で、次のデッキトップネオミラクルで、グレートトルネード出して、制圧する、みたいな。結構できそうですね。めちゃくちゃ強そう。これは。まあ、ヒーローはまだまだ強いモンスターたくさんいますんでね。で、これが権力だに関しては、どうなるんですか？自分のフィールド上に存在する元々のカード名に御用を含むシンクロモンスター1体の攻撃力が、ターン終了時まで元々の持ち主が相手となる自分のフィールドのモンスターの数かける500ポイントアップすると。基本的には御用ガーディアンで相手のモンスターパクると思うんですけど、まあ、相手のモンスターパクってあれば、500ポイントアップするよみたいな。3000、御用ガーディアンが3300になるのかな。まあ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 結構強いですね、打点アップは。はい。まあ、あんま使ってないと思いますけどね、皆さんね。まあ、今回のスキルで、一番、まあ、嬉しかったというか、まあ、まあ、当然でしょう、みたいな感じなんですけど、デュエルスタンバイですね。これで、まあ、岩戸スタンが基本的に死にます。岩戸スタンがほぼ死んだ、かな、これで。と、あと、ワンハンド外役ね。ワンハンド外役が死ぬと。まあ、だから、遊びやすくはなるんじゃないですかね。はい。総合的に見れば。まあちょっと召喚獣とかに全く手が加えられてないんで、まあそれはどうなのかなっていうのはあるんですけど、この辺の、まあ相手を制圧したり、嫌がらせをするっていう、性格悪いやつしか使わないっていうデッキ、まあ主に僕が好むデッキですね。主に僕が好むデッキタイプに、規制が食らったということです。いやー、リンクス運営さんさすがですね。早いです。対応が早い。まあちょっと召喚魔術とか、アレイスターとかは、まあちょっと課金要素が結構あるんで、辺はちょっと、なんだろうな。リミットをかけにくいっていうのはあると思うんですけどね。はい。ということで、皆さんもどう思ったのか、ぜひね、意見をお聞かせいただければと思います。個人的には、ワンハンドスターター外役、使えなくなって、非常に残念。はい。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。